こんにちは。ここは JR 大阪駅。この大阪駅のすぐそば、大都会の真ん中に踏切がありました。新大阪と大阪環状線を結ぶ短絡線、梅田貨物線です。しかしこの踏切は2023年2月11日をもって閉鎖。この踏切を電車が走る光景はもう見ることができません。この区間は地下化され、新設される大阪駅地下ホーム、また建設が進む浪速筋線で難波へ直結します。1980年代からあった大阪駅と難波を結ぶ夢の浪速筋線構想が少しずつ前進しています。浪速筋線は2031年度春の開業予定。一方の浪速筋線の JR における難波側の玄関口、港町駅は1994年分かりやすく JR 難波駅と改称。JR の難波駅ではなく JR 難波駅が正式名称、つまり JR 難波駅ということになります。 JR 各社で初めて JR を冠した駅であると同時に、日本初の駅名にアルファベットが入った駅です。この1994年以降、日本でアルファベットの入った駅名は増え続け、現在は8都道府県16駅もあります。今回は駅名にアルファベットが入った駅が多い都道府県をランキング形式で見ていきます。全国47都道府県のうち、アルファベットが入る駅名のある都道府県はわずか8の都道府県。それではランキング形式で見ていきます。いきなり第3位、なんと同率3位が6県もあります。同率第3位、愛媛県。アルファベットが入る駅は1駅。いきなり普通鉄道の駅ではなく路面電車の停留場。実は普通鉄道では JR 難波駅が日本初ですが、路面電車を含めるとこの駅が日本最古。1987年、国鉄の民営化により松山駅前から JR 松山駅前に改称されました。同率3位、神奈川県。アルファベットの入る駅は1駅。もともと伸び駅でしたが、横須賀リサーチパークが開園したため、1998年 YRP 伸び駅に改称。 JR という言葉以外のアルファベットが入った駅としてこの駅は日本初となります。2019年にはワンピースとコラボして駅名が YRP 伸び駅になったこともあります。続きまして、同率3位、広島県。アルファベットの入る駅は1駅。駅名の通り、JA 広島総合病院の最寄り駅。JA 広島の要請を受けて開設。約 1.2 億円の建設費は JA 広島が負担しました。日本唯一、JA の名を冠した駅名です。またまた同率3位、奈良県。アルファベットの入る駅は1駅。もともとあった五位堂信号場、地元住民の要請で駅に格上げされました。地元の柏市が2億円余りを負担して作った JR 五位堂駅。柏市から五位堂の地名を駅名とするよう要望があり、近鉄の五位堂駅と区別するため JR が冠されました。またまた同率3位、福島県。アルファベットの入る駅は1駅。東京電力の出資により設置された日本初のサッカー向けナショナルトレーニングセンターが J ビレッジ。しかし震災発生後は福島第一原発事故の収束作業の拠点として使用されました。その後避難指示解除を受け、復興にあたり復興を象徴する施設として J ビレッジをサッカー用に復旧。その最寄り駅として2019年に J ビレッジ駅が新設されました。 JR 東日本で唯一のアルファベットが入る駅、そして日本唯一カタカナのブが入る駅でもあります。最後の同率3位は富山県。アルファベットが入る駅は1駅。トヨタモビリティ富山 G スクエア五福前かっこ五福末広町かっこ閉じる。
括弧内また括弧そのものも数えると25文字、読み数では32文字、日本一長い駅名の駅です。もともとは新富山を経て富山トヨペット本社前括弧呉服末広町括弧閉じるでした。新富山から2015年に富山トヨペット本社前括弧呉服末広町括弧閉じるに改修された時点で日本一長い駅名でした。しかし2020年に京福嵐電の東仁駅が東仁立命館大学衣笠キャンパス前駅に改称、書き文字数では並んだものの読み文字数では1位から陥落。しかしその数ヶ月後2021年、富山トヨペットが経営統合によりトヨタモビリティ富山になります。待ってましたとばかりに駅名をトヨタモビリティ富山 G スクエア呉服前括弧呉服末広町括弧閉じるに改称し日本一を奪還、読み書きともに文字数単独1位の日本一長い駅名となりました。ここまで駅名にアルファベットがつく駅が1駅ある都道府県を全6駅ご紹介いたしました。続きまして第2位、駅名にアルファベットが入る駅がある都道府県第2位は京都府。なんと京都府には駅名にアルファベットが入る駅が3駅もあります。1駅目は JR 宮牧駅。1952年上田辺駅として開業後、1997年 JR 宮牧駅に改称。なんと JR が向かいの近鉄京都線宮牧駅に合わせる形で駅名を上田辺駅から JR 宮牧駅に改称、近鉄の宮牧駅と区別するため JR が冠されました。京都府2つ目の駅は JR 富士の森駅。先ほどの JR 宮牧駅の改称と同時にこの駅は新規開業しました。近くの京阪の富士の森駅と区別するため JR が冠されました。 JR の新規開業の駅で JR を冠した初めての駅となります。京都府3つ目の駅は JR 小倉駅。九州の小倉ではありません。2001年に新規開業したこの駅は近くの近鉄の小倉駅と区別しやすいよう駅名に JR を冠して開業。ということで駅名にアルファベットが入る駅全国2位の都道府県は京都府3駅でした。ここまで駅名にアルファベットが入る駅2位までの9駅をご紹介してまいりました。残るは愛媛にアルファベットが入る駅の数が全国1位の都道府県、大阪府です。なんとアルファベットの入る駅の数は7駅、2位の京都府の3駅に倍以上の差をつけてダントツの1位です。まずは冒頭でもご紹介した JR 難波駅、普通鉄道で日本初のアルファベットの入った駅。1889年明治22年港町駅として開業、その後1989年平成元年に現在の位置に移転、1994年関西空港の開業と同時に港町駅から JR 難波駅に改称されました。ここから JR 西日本は私鉄と同盟駅となる駅名に JR を冠し始めます。2008年大阪東線南区間が先行開業、それに伴い同時に3駅も JR を冠した駅が誕生。 JR 長瀬駅は近鉄大阪線の同盟駅と区別するため、 JR 春徳道駅も近鉄大阪線の同盟駅と区別するため、さらに JR 河内英和駅も近鉄奈良線の同盟駅と区別するため JR がつきました。3駅もアルファベットのつく駅がしかも同時に開業したのはこの2008年が唯一の年となります。しかもこの3駅連続しています。アルファベットのつく駅が3駅連続するのは日本でもここだけです。駅名標が JR だらけ。2018年東海道本線 JR 京都線に新駅が誕生、阪急京都線の総自治駅と区別するため JR がつきます。大阪で5番目、全国で12番目のアルファベットのつく駅となりました。
2019年大阪東線の全線開通に伴い、さらに2つの JR を関する駅が大阪に誕生します。 JR 野谷駅は京阪の野谷駅と区別するため JR が冠されました。同じく大阪東線の全線開通に伴い開業した JR 淡路駅、阪急の同名駅と区別するため JR がつきました。先行開業した区間も含め大阪東線には5駅も JR というアルファベットのついた駅があります。大阪東線の貢献もあり、大阪府は合計7駅、日本一アルファベットのついた駅を持ちます。今回は全国16駅のアルファベットのつく駅名を、多く持つ都道府県をランキング形式でご紹介いたしました。神奈川の YRP、 広島の JA、 福島の J、 富山の G 以外全部 JR じゃないかというのはご愛嬌です。ご視聴ありがとうございました。私は上司、朝起きたらベッドでコンタクトをつけます。しまった、コンタクトと保存液を落としてしまったわ。大変、ベッドの上を探さなきゃ。コンタクトは見つけたわ。でも、保存液もこぼしちゃったわ。どこかしら。ここにあるわ。ベッドの液。アルファ、ベッドの液。アルファベットの液。なんちゃって。今回は、アルファベットのつく駅のご紹介でした。